発達障害の人たちの自立や就職に向けた支援策を検討する開炎発達ケース会議今日は通信サポート校に通う高校男子を取り上げます進学か就職か進学の際に特性に配慮した大学はあるのか真面目でまっすぐな支援者たちが真正面から意見をぶつけ合います、えー、ではケース担当の須田さんから基本情報の説明をお願いします、はい、本日のご相談したいのは畑山太郎さん 17歳、現在、通信制サポート校の2年生です。えー、小学校の時に息きしぶりがありましたが、そのほか課題は目立ったものは見られません。しいて言うと、疲れやすく、朝起きるのが苦手なぐらいで、特性はうっすらとしています。ご家庭では思春期ということもあり、親御さんとはあまり話されません。一方学校にははゲーム友達いいらっしゃいます 放課後とデイサービスには週1回通所されていますがご本人はあまり気乗りがしていない様子で親御さんに起させられているといった感じですビビスコは受けていませんが位置的には高そうな印象ですただ勉強が嫌いで偏差値も高くありませんでしたこういった方ですが今後の進学について大学がいいのか専門学校がいいのか 他の就職などを考えた方がいいのかといったところでよろしくお願いします菅田さんありがとうございました、えー、本日のケース会議ですが、えー、参加しているのは須田さんの他に企業担当が大野さん、相談支援が八角さん、学生支援が藤川さんです、えー、皆さんまず確認したいことはありますかでは私からいいでしょうか 放課ごとデイサービスをご利用し始めたきっかけからお伺いしていいですか親御さんが心配が強いというのが一番ですね。特にご本人が本音を話してくれないので、進路を考えるのがちょっと難しく、支援者を介して将来を見通したいという希望から通称を開始されています。通所のお様子というか、はい、具体的にどういうふうに過ごされていらっしゃるのかのところも合わせて教えてください。 ご本人はあまりスタッフと積極的に話される方ではないので、いらしたときは通信制高校の課題を取り組まれて、最低限いる時間が終わったら、にも帰られるといった感じですご本人はあの、なんか好きな教科とか、苦手な教科とか、あったりすするんですかあの全体的に嫌いといった印象です。なるほど、じゃあ、最低限課題をこなすみたいな感じなんですか。うん、いやいやという感じですね。はい ゲーム友達とゲームの話をしたりとかはあの楽しくできているようですが、それが学校だからということはなさそうです。結構、通信制サポート校って配慮があると思うんですけれども、まあ、配慮がある中でも、そんなに楽しいってほどではない、でもなんとかいけているっていう感じぐらいですかね。 ご本人はおそらく受けているつもりはないと思いますが、うん、通信制サポート校の先生方、そういったサポートが上手な方が揃っていますので、かなり課題に取り組むための配慮からスケジュール管理も含めて受けていらっしゃると思います。今後の支援の参考にするための客観的なデータはあるのでしょうか。心理検査などは受けられていないので、これから配慮を受けるために検査を進められればと思っています。 そうですよね、この子どもから大人へ移るときに、まあ、将来を決めるためにもぜひあのウェイスを受けていただけるといいかなと思いましたすみません質問なんですけど、はい、ウェイスって何ですかウェイスというのはウェックスラートさんという方が作った知能検査です。能力を、えーまあ、言語性ととかかかそれから、えー、知覚統合とか まあ結構難しい言葉 <laughs>、いっぱい使っちゃいますけど、ワーキングメモリーですとか、それから処理速度などを検査で測ります。ちょうど16歳から大人向けの検査が使えるようになります。えでは、このケースのキーワードをまとめてみましょう。これくらいですかね。皆さん、他にキーワードは大丈夫そうですか大丈夫です。これでいいと思います。ありがとうございます。 今回の一番のテーマが進学か就職かなんですが、学生支援の藤川さんはどう考えられますか？はい、えっ、ー、と今進学か就職かで悩まれてるってことなんですけど、まずは進学で良いと思います。で今の段階で就職でどういった就職先がいいかというのを決めるのも難しいので、まあ、進学をしてじっくり、えー、適正考えていくと良いと思います。 一方で、勉強が苦手みたいなところのお話もあったので、どういう学校が向くかとか続くかっていうところが気になるところですよね。そのあたり、藤川さん、どうですか。そうですね、一番大事なのは、ご本人の興味がどういうところにあるのかということだと思います。で興味がある程度、えーと、こういうのやりたいなっていうのが決まっていれば、えー、とそれで頑張っていくっていうことができますけれども、ご本人、何かこれが好きっていうのはあるんでしょうか。以前本人面談の際にははゲームは好きだけど 別ににそちらに進みたいわけではないといいととうことを話していましてまたなるほど、先ほどの話だと、勉強はあまり得意ではないということだったので、まあ、それほどこうあの課題とかがいっぱいあるようなところではなく、例えば、えー、神奈川ということなので、えー、大学とかは、まあ、あの比較的さまざまいろんなこともやれたりもしますし、あともし理系に興味があるようであれば、大学とかは、えー、もうサポートもしっかりしていて、えー、と良い。 進学先ではないかなというふうに思います今上がった大学って具体的にどういう配慮とかサポートがあるんですか例えばあの大学入ると、えー、履修登録しなきゃいけなくってその時に結構こう混乱してしまう人もいたりとかしますけれども履修登録の時にえっと大学のスタッフが、えー、しっかり えー、どれを取ったらいいよみたいな感じで教えてくれたりですとか、あとはレポートが多くなってくるので、まあ、そういった書くのが苦手みたいな人には、レポートの書き方みたいなところを教えてくれたりとか、といったそういったサポートが期待ができますまあ何か困ったときって、大学はどこに相談に行けばいいんですかね。 身近なところとしては学生相談室というところが大抵の大学にはありますので、学生相談室に行かれるとといいと思い思ますでもしそれ以外の部署でより適切なところがあれば、学生相談室から紹介してもらうことができます、はい、大学は今、挙げていただいたんですけれども、学部となると、どういった学部がおすすめでしょうか学部でいうと、まあ、あの理系と文系、大きく分かれます。 で理系もまあ興味があればいいんですけれども結構実験があったりとか実習があったりとかするので、まあ、そういったコミュニケーション苦手な人はちょっと避けた方がいいかもしれません。で文系のまあ文学部とか経済学部とか社会学部だとかそういったところっていうのはあの比較的こうレポートをこつこつやっていければ卒業までは進めていけると思いますので、えー、とまずそういったあの文系の,あのところを目指していくといいんじゃないでしょうか。進学先の候補としては、まあ、文系だったら 大学で理系の場合は大学っていう風な学校名が挙げられてますで困った時にサポートを受けるためには学生相談室にまずは行ってみようという配慮の受け方みたいなお話お話もあったかなというふうに思います自分で初めの一歩を踏み出さないことにはっていうところが今の環境と違うところですね ここからは、ちょっと先の話になるんですけども、大学に進学して、その先の就職ってどうなりそうですかねまず、働き方の選択として、一般枠と障害枠、配慮を得て働くかどうかっていうところの選択があると思うんですけども、そのあたり、ご本人、今、どっちを選びそうですか実際、わからない。ご本人はそこまで考えられていないという感じですが、お母様の心配などを考えると、 障害者枠、サポートを受けられる方がいいのかなと思いますが、いかがでしょうかそうですよねあの、障害者枠であれば、短時間での勤務が認められたりですとか、それからマニュアルがしっかり整備されている環境だったりということもあると思うので、障害者枠もいいかなと思いました。障害枠も全然ありだと思うんですけれども、とはいえ、あの逆に言うと、障害枠っていつでもいけるので。 一般枠で働くチャンスって結構新卒のタイミングって大きいじゃないですか一度一般枠で働き始めてちょっと難しかったら生涯枠っていう選択肢もあるのかなと思います新卒のタイミングで一般枠を狙うとしたら職種ってどんな職種がいいんですか で学プロを実際に使ってらっしゃる方々見ていても文、まあ、系の方でも理系の方でも総合職入ったり、えっと、あのプログラマーになったりとか最終的な就職先は様々ですので、えっと、今の段階でどこって決める必要はありません何か自分のロールモデルになるような人を見つけていくということが一番大事だと思いますなるほどありがとうございます最初から幅を狭める必要はないっていう感じですかね理想を言えばっていうところで何か なんか理想的な職種だったり企業だったりっていうのはあったりしますか面白い事例を一つ挙げるとゲーム好きの人がそのスキルとか自分の興味関心を生かしてデバッカーとかサイバーセキュリティの分野で活躍してるっていう事例もあったりとかしますよねすいませんサイバーセキュリティってどういうお仕事なんですか サイバーセキュリティってあの、どこどこの国からサイバー攻撃がありましたみたいなニュースあったりとかしますけど、あれはこうシステムをこう攻撃してくるんですけど、その攻撃される穴を塞ぐみたいな、正義の味方みたいなお仕事があったりとかするんですね。そんなお仕事があるんですね。なんかゲームが好きっていう強みを生かせるお仕事があるの初めて知りました。なんかゲームっぽいらしいです、そのお仕事が。えー、ありがとうございます。 まあただ、その一方で、まあ、お母様が心配しているように環境に適応できなくて大学中退みたいなことも可能性としてなくはないかなって思うんですけどそういう時ってどんなふうにお仕事とかにつながればいいんですか。全然中退してもいいと思っていてまあ,あの中退する人たくさんいるので。 あの中退した時に、なんか人生終わりだみたいになってほしくないなと思っていてで、中退した後に就労移行支援っていう福祉サービスにつながっていただければ、その後障害枠とか、それこそ就職できる事例とかたくさんあるので、まあ、あまり心配しなくても大丈夫ですって感じですかね。 では、大きな方向性が見えたところで、学校や福祉、あるいは家庭で今できる支援はありますかね？皆さんどうですか？はい、私はまず生活リズムを整えることだと思います。まあ、今、今のうち、高校生のうちに親ができることって言ったを食事の時間を決めて、それを柱にして1日のスケジュールを決めていくで、余った時間でゲームをやるというような約束ができるといいなと思います。 ご本人が自分の苦手を含めて自己理解を深め、それをの苦手な部分、サポートしてほしい部分を伝えられるようになるといいのかなと思いました。 本人のこれまでのお話を聞いていると、勉強が苦手ということもあって、失敗経験も結構されてきてて、自信を失ってるんじゃないかなと思います。で、自信がないからうまくできてないというところもあると思うので、まず自信をつけていくという意味で、周囲の方、特に親御さんが、ご本人のいいところ、できているところを見つけて、えーと、ポジティブなフィードバックをしていく。 ととといいいいうのを、えー、心がけていただくと良いと思います特にお母さんは、えー、ご本人の苦手なところっていうのに着目しがちで、えー、と心配なさってるようなのでまずそういったできてるところを見つけていくとお母さんも次第に安心ができるようになっていくんじゃないでしょうかでは生活リズムを整えること自己理解を深めることそしてポジティブなフィードバックを周囲がしていくところの3点がキーワードっていうことですかね。 ででは、ケース担当の須田さん、振り返ってどうでしたかご本人の本心を聞き出すことが難しい中で進路の選択の提案に悩んでいたんですが進路に幅を持たせて将来を考えるという方向性が見えてきました大学での過ごし方その先の就職の考え方も幅を狭めずにご本人やご家族とお話ができそうですありがとうございますありがとうございました